今日はサニーと鴻川に散歩に来ました。河原もこんなに見えますし、水の量がうんと少ないので穏やかです。川底の石が見えるところもあります。前回大雨が降った時は、あの赤い危険という上をはるかに超えて12くらいのところまで水が上がりましたね。とっても怖かったです。でも普段の鴻川はこんな穏やかな表情を見せてくれます。空も綺麗です。ぐるっと回ってみます。これが桜井町の川島という町です。あら、サニーちゃんどうしたの？お座りした。疲れた？お家帰ろうか。よし。なんか変にお利口さんにしてますね。よし、はいはい。